ゃん続きありがとう。もうちょっと夜遅くならんと見えんのかな。こんばんは。月が綺麗ですね月が綺麗ですね今日は大好き大好き。いいよねインゴ。月が綺麗ですね。ダースさん、だ団子ありがとう。見れたらいいな。でも今お母さんから電話かかってきて、カイトさん団子ありがとう、森に帰るはずがないさ、ハートありがとう。お母さんがいるところからはちょっとだけ見えたらしいです、月が。だから月が綺麗だよって言って連絡が来た。トールさん鈴木ありがとう、影さん鈴木ありがとう、やつりんさん団子ありがとう。月が綺麗ですね月が綺麗。返す言葉なんだっけ、月が綺麗ですね。私も死にたいでしたっけなんかあるよね、月が綺麗ですねって言われて返す言葉があるの。私も死にたい、あなたと死にたいでしたっけ、なんかあるよね、なんだっけ。え、明日で9月終わる。え、確かに確かに確かに終わっちゃう。ポロンさん好きありがとう、ディオさん団子ありがとう、こんばんは。早い9月。え、死にたいみたいな感じだよね、ねえ返す言葉。びっくりした、記憶がある返す言葉に。今井むきちゃん好きありがとう。あ、死んでもいいわか、死んでもいいわかっこいい、かっこよすぎる。月が綺麗ですねの返す言葉、死んでもいいわはかっこいい、かっこいいな。つーさん団子ありがとう。月見バーガーは今から食べたいと思います。見て、ちょっとねメールでも送ったんだけど、ちょっと贅沢な買い方をしてしまった。マルさん結婚してありがとう、じゃん、見て、わかりますか、見えますか、形の違うバーガーが2つというか半分ずつ、こっちがマックでこっちがモス、半分こ食べ比べ、マックとモスで食べ比べをしちゃうっていう、もうちょっと贅沢なことやっちゃいます。うん、スクショタイムなんてこった、半分はお姉ちゃんの胃の中です今食べてるお姉ちゃん、あっちで。今井むきちさんハートありがとう。ね、初めてだよ食べ比べするのしかも同じ日に食べ比べたり、この食べ方するのほんと初めて、リッチだよ、ちょっとリッチな気分。あ、安住の通称お魚取れました、よろしくね、嬉しいありがとうやった、楽しみだ。こんばんは、欲張りさんしちゃったよ。え、ウインナー挟んである、そう、なんかねウインナー挟んであるの、モスの方、そう、すごい初めてモス、ま、月見バーガーさ毎年やってるけどマックしか食べたことないんですよね、初めて食べる、だからモスの月見。ひーくんハートさんでありがとう、ありがとう。で月見パイも実は半分っこしました、お姉ちゃんと月見パイ下の部分、じゃーん、月見パイも買っちゃった、月見パイ、モスの月見フォカッチャ、あ、フォカッチャなんだ、ダスバーガーのバンズも違うって思った、フォカッチャなんだね、全然見てなかったね、綺麗に、そう綺麗にお姉ちゃんも2つにしてくれた綺麗な真っ二つ。じゃあ食べてこう、何から食べようかな、ちょ、まずはじゃあ飲み物、
マックから食べようかな。モス食べたことないから、まちょっと定番なマックから。え、これやっぱ断面が、見てください、こちらの断面、断面フェチなの。じゃあもう今日もよだれダラダラだよ、断面がいっぱい出てくるよ。見て、めっちゃ綺麗。やっぱ包丁で切るからね、切ってるから断面がいいね。お店なんか CM みたい、チキンバーガーの CM CM みたいなぐらい綺麗。あ、雨降ってるの、せっかくの満月なのに。曇ってるのかな、広島も今どうなんだろう。ねチーズ月見にした、ノーマルじゃなくて。3本の山サポーターさん、好きありがとう、ひっくんハートありがとう、いただきます。じゃあ美味しそう、ここにチーズがいるよ、ほらチーズ、いただきます。おいしい。おいしいわ、なんか久しぶり、去年。おいしいね、月見バーガー、やっぱ卵が大優勝だこれは。卵大好きだから。おいしい。こんばんは、しみこさん好きありがとう、 TY さん好きありがとう、プルダグリさん好きありがとう、こんばん、月見。月見美味しい、ちょっとパクパク食べちゃう、いただきます。うんうん、うまみん。うまみん、うまみん、なんかもう安定のうまみん、これは安定のうまみんです。安定のうまみん。カイトさんうまっ、ありがとう。ソーダさんハートありがとう、ヒデピョンさん好きありがとう、忘れてないよ。忘れてないよ、うまみん。しみこさんうまっ、ありがとう。ひーくん、すすきありがとう、手についちゃった。このなんかタレが美味しいね、これ 何だれなんだろう、ここのお肉の上に乗ってるやつ、何味のタレなのかな、美味しい。ちょっとこっち、うん、うん、オーロラソース、うん、これだ、うんうん、マヨネーズケチャップみたいな感じ、おいしい。リモさん団子ありがとう、達也さんうまっ、ありがとう。え、売り切れてたの、そうなんだ、いやあれか、満月だもんだって。今日は満月、中秋の名月だから、やっぱりみんな食べたくなっちゃうんだよ、月見バーガー。レア君ハートありがとう。そう、包丁で切ってきたの今。宮津さんかわいい、ありがとう。カイトさんミラーボールありがとう。え、ミラーボールも月、これ、え、もしかしてお月さん、これ、このミラーボール、お月さんミラーボールじゃないか、いつもあんな色だっけミラーボールって。そうだ、やっぱそうなんだ、気づかんかった。この前も黄色だったね、この前のカラオケ配信してた時、なんかなんで黄色なんだろうと思ってたけど、これよく見たらお月様なんだ、今気づいた。熊根パパさんミラボールありがとう、今だけ、すご。じゃあ次はもう半分の、じゃじゃじゃーん、こちらの、ま、モスの方の、え、すごい、こんな感じになってる、モスって、モスの方の月見バーグ食
食べようと思います。美味しそう。全然また違うね、マックと。マックと全然中に入ってるのが違う。あ、ドライブ大好き人間さん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアドライブ大好き人間さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。じゃあ一言マイクですこれ。じゃあ今年の抱負をお願いします。ありがとう、楽しい一年にしてね。キュロン。おめでたい。キャロットさん好き、ありがとう。そう、ポカッチャになってるんだって。うん、ポカッチャになってるらしい。いただきます、美味しそう。これやばい。うん。やばいこれ。美味しすぎる。うまみん、もううまみん。超絶うまみんこれ。うん。超絶うまみん。ゆうじさん可愛い。ありがとう。マーキュルうま。ありがとう。もう指が伸びそうなぐらいうまみん。この親指が伸びていきそう、上になぐらいうまみんです。めっちゃね、豪華。え、すごい、初めて食べた、こんなんなんだ。え、フォカッチャが美味しい、バンズがめっちゃ美味しい。うん、ちょっとウインナーまだかじってないので、ウインナーかじりたいと思います。ウインナーさん、うんうん、え、これめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。うん、パリッてしてるウインナー。え、これ大好きかも。やばい、これはちょっともう勝敗つけれない。どっちもね、どっちの良さもあるから勝敗つけれないけど、つけねばならぬ状況となってしまったのなら、私は今年はモスに一票入れたい。ちょっと勝ち負けよりも、いや、一票を入れたい、このモスに。どっちが勝ちはない、一票入れたいです。モスに一票入れたい。美味しい、めっちゃ。え、美味しい。今までさ、マックしか食べたことなかったけん、より新鮮です。他のあのマック以外の月見バーガーっていうのが。こんばんは。え、めっちゃ美味しい。え、好きかもしれん、すごい好きな味。結構なんかね、なんか味の感じで言ったらちょっとやんちゃですね。マックよりもマックよりもやんちゃな味がします。モスの方が、モスの方がやんちゃな味。うん、わかるかな。なんかね、やんちゃな味。わかるかな。バーベキューって感じ。うん、やんちゃ。食べたらわかる、絶対。このやんちゃっていう表現が。マックと比べてですよ。マックと比べてやんちゃ。やんちゃの味がする。うん。
こんばんは。めっちゃ美味しい月見フォカッチャ。うん、美味しい。え、めっちゃ美味しい。うん、超最終日楽しんでね。いいな、私も行きたかった全国ツアー。あ、ソースにナスも入ってるんだ。すごい、分からなかった全然。野菜も豊富ですね。ごめんね、食べかけの食べ口のあれなんだけど、キャベツがぎっしり詰まってる。モスの方が、うんふん、うんふん、うますぎる。なんて、そう、やんちゃが一番合う。あの、自分のボキャブラリーの中で一番やんちゃっていう言葉が一番合いました。やんちゃの味っていう表現の仕方。こんばんは、ケンケンバーさん、団子ありがとう。そんな感じの味、ちょ、食べてみてほしい。だからやんちゃ具合を、あずみんの言うやんちゃ具合をちょっと食べてみてほしい、体感してほしい。こんばんは、うまみん、うまみんや。飲み物は何でしょうか。飲み物は何でしょうか、クイズ。マキュル好き、ありがとう。こんばんは。あー、健康診断、頑張ってね、健康診断。かけ37さん、うまっ、ありがとう。マックだと絶対これ頼んでる。正解はスプライトです。分かんなかった、難しかった、スプライト。まえちゃん音符ありがとう。スプライトでした。ジンジャーエールが一番好き。でも炭酸の飲み物だったら、もうマックはジンジャーエールがないので、だいたいスプライト頼んでる。私コーラあんまり飲めないんですよね。コーラあんまり飲めなくて、でモスだったらジンジャーエール頼みます、絶対に。美味しい、スプライト美味しい。うん、そう、ちっちゃい時からスプライト。じゃあ次は月見パイ。今回新聞作り伝えるお話し会は、あ、嬉しい、広島、あ、嬉しい、広島会いに来てくれるの。楽しみ、ありがとう。スプライトしてみて。コーラね、コーラの中で飲めるんだけど飲めないんだよね。そう、飲めるんだけど飲めないの。あんまり飲まないですね、コーラ。三ツ矢サイダーも好き。うん、三ツ矢サイダーとか好きですね。スプライトとか。ジンジャー何か知ってるよ。生姜？ジンジャーエールは大好き。うん、じゃあ月見パイいただきます。月見パイ美味しそう。これも断面綺麗、包丁で切ってきたから。あんことお餅、あんこ餅うん、うん、サクサク。キャロットさん結婚してありがとう。
よしさん、初見さん、こんばんは。ありがとう。めっちゃサクサク。いい音する？ASMR。もうならないか。あ、ついちゃった。取って。取ってくださいこれ。ついちゃった。なんつって。出た。これ ASMR いけそう。もうちょっと近づいてみようカメラに。どう？無理か。あ、あんまり音はならなくなっちゃった。あ、聞こえた？パリパリ音知ってた？パリパリ音した？聞こえた？あ、よかった。 ASMR。 バガーまだね、あと半分ずつ残ってる。カイトさん、いいね、ありがとう。あ、イヤホンしてたら結構よく聞こえるかも。シンゴさん、かわいい、ありがとう。おいしい月見パイ、久々に食べた。去年はね、月見シェイク、あ、いや、一昨年か。毎年食べてるわ私、ここ3年連続だ。今年も食べたから3年連続で食べてるわ今。懐かしい。一昨年にマックシェイクも飲んだ、月見シェイクも。月見食べたくなっちゃうんだよね。月見だけはなんか毎年買っちゃう。そう、常連。月見常連になってる。これ甘いよ、甘くて美味しい。でも甘すぎない感じ、お餅も入ってるから。あんことお餅の味ですよ。そう、食べたくなっちゃう。ケンタッキー買わなかったな。ケンタッキー食べたことない。ね、月見だけ毎年なんか買っちゃうよね。そうなんだよね、なんか買っちゃうの。ラスト、わかる、卵が好きだから卵美味しいよね。あとなんか外れがない気がして、月見バーガーは絶対に。美味しくて買っちゃう。グラコロね、グラコロも美味しい。グラコロも好き、美味しい。グラコロ、これからかな、グラコロは。久々に食べたかも、マックでも。この前マック配信したよね、前に。いつしたっけマック配信。あれ何食べたんだっけ私マック配信で。あ、
北海道だ、北海道のやつ食べたんだ北海道とあれも2種類買ったよね、あれだ、北海道ジャガバターのやつだ。うん、あ、7月か、あれから食べてないかもしれんぞ、あれ以来。瀬戸内のやつ、うん、それだ、瀬戸内のレモンの飲み物が出た時か。あ、違うか、レモンの飲み物じゃないか、バーガーか、いや、レモンの飲み物か。そう、明太子と、それだ、博多明太のやつだ。私がジャガバターめっちゃ好きって言ったやつだ。りょうじさん好き、ありがとう。そう、ジャガバターおすすめだった。弟くん巻き子がコンプリートできたって話してない、下はなんか確かに味が3色あって、3個味があって、そうそうそう、姉ちゃんとは結構して 2個味楽しめたけど、弟がいたら話になったね、懐かしい。それがラストか、それ以来だわ。じゃあめっちゃ前だ、7月か、あれしたの。もうちょっと最近に思ったけど、もう2ヶ月経つのか、早いですね、時が経つのは。こんばんは、はやみん、はやみんですね。あ、で、その次ぐらいにハワイのやつやってたんだ、ハワイアンバーガーみたいな。あれも食べたかったけど結局食べなかったんだよね、ハワイのやつ。うん、よし、じゃあ食べちゃおう、残り。トマネパパさん結婚してありがとう。定期的にやってるじゃん、マック配信、地味に。新進之助さん好き、ありがとう。え、今日ね前日の夜に決めちゃったからめっちゃ月見バーガー食べるねっていうのめっちゃ急になったからね、今度またバーガー配信するとき前もって言うわ、ゆる、あの準備、みんなも準備できるように。一口食べかけでも、食べかけだけどいいですかじゃ食べかけでもいい人だけ、あー、食べさせてあげるあーこんばんは。え、月やっぱ雲で隠れてるんだ、まだ見れてない、私も月。食べかけいい人が多すぎるみんな食べかけいい、食べかけがいいな、あずみんの。今井むきつさん好き、ありがとう。うまみん、うん、うん、うん、見えてる月、うん、全然見えないよ、配信終わった頃にね、見えるかな。今日ね、
お月見の団子をね買ったんですよ。タグちゃんせんまりありがとう、あのメールに送ったやつ。今日ね、あのお可愛いお月見団子見つけたから、串のお月見団子を買ったんだけど買ってお姉ちゃん帰ってくるの待ってたら、お姉ちゃんお姉ちゃんも帰り道にスーパーで月見お月見の団子買っててお姉ちゃんも団子買ってきて、私も団子買ってきてたから、家に今団子がいっぱいえ買ってきたんって言って私も買ったよ団子って言ってかぶっちゃった。でも物は一緒じゃなかった、うん、さすがに良かった、だからまだ同じ団子じゃなかったけど、まさかの団子かぶり。スイビさん好きありがとう、ショウゴくん好きありがとう、スイビさん、だるまさんありがとう、しんしんしんのすけさんハートありがとう。考えること一緒でした気が合っちゃった。そうまだ物違うけん、うん、まだセーフだけど団子尽くしじゃねえって言って。ゆずきちさん団子ありがとう、めっちゃ楽しんでます、満月と中秋の名月をめっちゃ楽しんでる。さとしさんハートありがとう、確かに明日の朝ごはんぐらいになりそうかも、ちょっとでも割とあるので、よ黄色と白の団子。沢本龍二さん団子ありがとう、ケイさんも団子ありがとう、しんごさん団子ありがとう、考えが一緒でした。すみこさん団子ありがとう、かいとさん団子ありがとう、団子いっぱい角玉団子もういっぱいいっぱい、団子は団子はもういい、もういいお腹いっぱいになっちゃう、こんなに団子いっぱい。えね、次7年後らしい、すごいよ。7年後何してるだろう、私どうなってるかな、7年後のあずみ。28歳、27歳か、28の年で今27歳だよ、7年後のあずみ。あこうのよしさん好きありがとう、想像つかんね7年後って。実家でもお母さん団子買ってきてあるかな、えそれはなんか言ってて、団子作ろうと思ったんだって、手作り団子作ろうと思ったけど、なんか弟の送り迎えとかいろいろしてたら団子作れなかったって言ってた。7年後もアイドルしてるかなアイドルやってるかもね、やってるよ定年までアイドルそっかそうだった、定年までアイドル定年アイドル定年アイドルだからそうだねケンケンバーさんハートありがとう、来年もお月見しようね、約束、1年越しの約束。定年まで行く、うん、27歳か、27歳も大人だなすごい、でも言うて20、自分が27になったらそんな思わんのかな、今20歳で7年後の27歳思うと、今もう成人したから大人っちゃ大人だけどすごい27歳も大人だなって思う、2030年のあずみんね。うん、確かに30、え30意識やばすごい、それあらさ響きがまだ考えんとこうかな20になったばっかだから、え20はなんていうの、アラサーじゃなくて
なんていうんかな20歳、あでも 20代はないのか、20アラサーより下ってないのかな、なんか言葉ないのか、アラツあんまり聞いたことないな。うんふん鼻にソースつけて拭いてってコントありましたかコントコントって言われたわここのやつ撮ってならやったよこのやつやってっていうコントならやりました。20歳20歳かアラハト、アラハト、アラハト。アラってどういう意味なの？もうちょっとで30になるよって時にアラサーって使うの？アラってどういう意味なんだろう。それとも30代の時にアラサー？うん。20歳前ラストティーンって言うわ。うん。言う言う言う。それだな。アラウンド。あ、30歳あたりになったら、あ、30代周辺ってことなんだ。アラウンド13ってこと？アラサーってことか。なるほどね。なるほどね。うわアラサーそういうことか。なるほど。あらやだですね。あらやだ。楽しめます。20代ワクワクの20代。じゃあモス、うん、あとこれあとこれで完食。食べるのゆっくりなんだよね。早く食べれない、昔から。のんびり食べちゃう。え待って、7年後ってもしかしてノーペとかミューポンが成人とかとのえ、いやそうだよ。え、うん、そのあたり21だ、私と同じ。えー、怖い怖い怖い、ノーペがやっと7年後に私と同じになるの、今のすごい怖いね。どうなってるの21のミューポンとノーピー想像つかんのんだけど、21歳のノーピーとミューポン、すごっ、えすごすぎる、怖いねそう考えたら、えめっちゃ年離れてるね。じゃあ私とノーピー、リオ2もだよね、1個差だから。そこがそっか、うわっ怖い、7年後って怖い。若いね。あーなんか気づきたくないものに気づいてしまったって感じする。朝より後だと思います。どういうことですかどういうことですか、それは。どういうことですか。あ、でも立派な大人ですよ、今立派な、立派な20歳です。立派な、立派な20歳。
怖いな。離れてるな。じゃあ年昨日ね、絶対30、すごいね。こんばんは。へえ。20ちゃい言わないの？可愛いじゃん20ちゃい。20ちゃい可愛くない？レオくん好き、ありがとう。21歳から言わんわ。じゃあ 20歳の間を言わせて。20ちゃいって。21歳になったらちゃんと21歳って言います。じゃあ21ちゃいと言わん。20ちゃい。20の間は。うん、確かに何期生まで増えてるんだろう。7年後ね、どんな形になってるかな。 STU も岡田あずみはいるよ。7年後、小さな巨人。小さな巨人が大きくなってるかもしれん。7年後。確かに。でも今のペースで増えてったら何期生なんかな。7年後って2年。2年のペース。だいたいオーディション、次のオーディションがあるまで2年のペースかな。 STU 今だったら 6.5、 6.5 期あたり。また作るの？何点後。もう 2.5 で終わりに、最初で最後にさせたい。何点後を作るのは。ちょっと確かに6期か7期ぐらいかな。 2.5 ね、すごいよね。 2.5 って初め聞いた時もびっくりしたけど、まさかの、まさかすぎて。 2.5 本当に 2.5 になると思ってなかったから。でも逆に何何 2.5 って なってもらいやすいので、頭になんかそうはにゃってなった。自分は点5って伝説で伝統なの。ね、0.5 刻みなかなかないもんね。だって3期の次 3.5、 やばい。 3.5、 いやもう4期5期と言ってほしいです。点5は 2.5 だけで。そう注目というか、そう初めだけ、その今の NHK で昼前直送便とか出たり、そう外部のお仕事に行ったりした時に、2.5 期研究生の岡田あずみですって言ったら 2.5 って感じで食いついてもらえるとか、話にこれ何 2.5 みたいな感じで、 2.5期なんだねみたいな感じで言ってもらえるので、そういう意味ではそう何ってなって興味持ってもらえるので、うん、 2.5 期ね。嬉しい、そう言って言ってくれるの。ありがとうね。やぶてん、いや頑張ります。そんなみんなの期待に応えれるような人に頑張って努力する。頑張ります。嬉しい、キャプテンっていっぱい言ってくれる。こんばんは。そう初めて指定した人からドラさんの後輩とも、そうだっけ、なんかね、おじいちゃんに、おじいちゃんかな、なんかね、おじいちゃんだ、に、
何期生だっけ、自分が 2.5 期生なんだよみたいな話した時に、他に何期生の子がいるのって話になって、で1期生の先輩、ドラフト3期生、2期生 2.5 期3期でとかって言ったら、大体もうはてなってなるもん。え、なんじゃって、どういう順番ってなる大体その期の説明をした時に、うん、2.5 でもうんってなるし、そうやっぱり3期2期ドラフト3期生さん、2期生 2.5 期3期のこの並びか、おじいちゃんは難しいらしいね、確かにってなる。うん、ありがとう、先生止めて思ってるけど嬉しい、ありがとう。確かに一つの売りでもある、特別か、確かに。嬉しい、実力すごい、嬉しい。ルシーさん団子ありがとう、冬物さんハートありがとう。アズミンキャプテンは寮母感でそう、どういうこと寮母、何それ結局母じゃん、なんで結局な、私はマザーになるの、なんか結局なんかマザー、母になるんだね私は。そう、おじいちゃんは 2.5 ってなんじゃってなる、うん、なってる、大体なんじゃってなる話だろ。冬物さんハートありがとう。昇格したら 2.25 期くらいレベルアップせんかな、いやどんなレベルアップさんそれ、レベルアップしてるの 2.25 期、もっとややこしくなるわ。 2.25 期は1期ドラさん、2期 2.25 期3期いい、もう言わんくなるかも。 STO って言うと 2.25 期のせやちゃん、初見さんこんばんは、ありがとう。やすさん好き、ありがとう。ね、6期生すごいね。あずみんの写真集のタイトルニーズまでお願いしますしません何そのタイトルニーズもやばい、ストレートすぎるじゃろ、ニーズも。懐かしいな、でも自分らの呼び名が何になるか、なんかみんなで話してた時が。本当に NWP になると思ってたもん、 NWP 期になるかと思ってそわそわしてましたもん、 NWP 期うん、 NWP 期になるか 2.5 か 2.7 かって言われてたね。 NWP 期やりそうだったよね。でも NWP 期はちょっとちょっとなんかあれかもしれないなんか留学生みたいな感じがしてNW 急に数字じゃなくて英語がやってくる感じ、やってきたらなんかね、本当に知らない人が見たら留学生がやってきた4人みたいな感じじゃん、海外留学生みたいNWP 期名前だけ見たら。だから数字がいいなとかとも思いながらも、でも数字だとなんだろう、3期3期じゃないのかなみたいな、 2. 点なんぼなんかなみたいな感じでした。マジカルシンさん好き、ありがとう。森に帰るはずがないさんハートありがとう、こんばんは。あ、ニューウェーブ、確かにニューウェーブ期、プロレスみたいで、なんかね、そうそうするよね。NWP。こんばんは。でももう3期生のオーディションが始まった時まだ
名称がなくって、3期生のオーディション始まった時に、あ、もう3期っていうのもあるかなと思ったんですよ。自分たちが2期の次3期ってなって、もし次入ってくれた子たちがいたら4期生になるんかなと思ったけど、そう、3期生の募集がかかった時点で、あ、3期じゃないんだってなって、3期じゃないとなると NWP か 2. 何とかだなって感じだった。予想が、予想してたのが、そしたら 2.5 でしたね。ね、確かに今はもう 2.5、 初め聞いた時びっくりしたけど今は落ち着いたね。 2.5 期が、え、サッチが胸のハンカチの弾き語りしてたけど聞きたかったでしょ。え、めっちゃ聞きたい。何それ、すごっ。え、絶対似合うじゃんサッチめっちゃ絶対似合う。恋人よでしょ。僕は旅立つ東へと向かう列車に、華やいだ街で君への贈り物探す探すつもりだ。葵さんハートありがとう。ねえ、間に取ったから 2.5 でいいんだね。うん、そうだと思う。葵さん好き、ありがとう。うん、完食ごちそうさまでした。うん、美味しかったです。うまみにあった。いや、モス発見だな。モスの月見バーガーめっちゃ美味しいわ。こういうね、袋食べた時に結び方があって、私じゃんなんかこういう感じでちょっとね、袋自体ちょっと汚くだけど、こんな感じでまとめるのが、そう、なんか小掛けっぽく、小掛けっぽくまとめるの好きで、あの袋見たら、カラー袋見たら絶対この形にしたくなるんですよえ、同じ付け方してる、嬉しい仲間初めて見つけた、初めて仲間見つけました。やるよね。え、そうそう、袋とかなんかちょっとしたチョコ食べた袋とか、あの本当にお菓子のちっちゃい袋でも、もう袋が手に出たらこうやってまとめちゃうんですよ、全部で、ポンポンポンって机の上に置いてギュッてまとめて捨てたりするのに、なんかまとめて置きたくなるんですよね、机の上に。ってやったら、あの同期のあの 2.5 の3人に、またアズミンこの結び方してるって言われます絶対この袋アズミンじゃん、この結び方アズミンしかせんもんって言って私の食べかすがすぐバレるそうやって結んでおいてるからめっちゃ言われる最近、またアズミンこの結び方やってる。うん、そう、袋見ると手が勝手に動く。人のもやっちゃうもん、人の袋が人の食べかけの袋がポンって置いてあったりしたら結んじゃう、こうやって全部結んじゃうんですよ。バンってなって袋を見たら全部結びたくなっちゃって、みんなのやつ結んでる、こうやって喋りながらやっちゃうんですよね。なんか落ち着くんよ、まとめた方が癖、うん、もう癖になっちゃった。
まとめた方がつく紙袋、こういう系。満月まだ見えなかった、配信する前は。ちょっと見てみる、配信終わって後で。でも規制さんしてるのは正しい系を作ってますよ。本当ですか、嬉しいありがとう、頑張るね、そう言ってもらえて。よし、じゃあ壇上読もうかな。美味しかった月見バーガー。13位ひでぴょんさん、ありがとう。12位ポロンさん、ありがとう。11位やっさん、ありがとう。10位キャロミンさん、ありがとう。9位しんごさん、ありがとう。8位かげ37さん、ありがとう。7位ディオさん、ありがとう。6位むえむきちさん、ありがとう。5位しみこうさん、ありがとう。4位マーキュル、ありがとう。3位くまねパパさん、ありがとう。2位カイトさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 ルバン、ゆずきちさん、ありがとう。恋人よ僕は旅立つ東へと向かう列車に華やいた街で君への贈り物を探すつもりだ。いいえあなたよっしゃー、じゃん、ありがとうございました。お疲れ様お疲れ、今日も一日平日お疲れ様でした。今週もまたね、また明日、お疲れです。ゆっくり休んでねありがとう。じゃあねねあずみんでおります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。